福島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、カロリーを制限しないということについてお話していきたいと思います。糖質制限ダイエットの特徴として、糖質は、下げていきます。なるべく減らしていくんですけども、カロリーの方ですね、あまり、気にしないように、するというのもポイントになってきます。これをですね、糖質も制限してカロリーも制限していくと、まず長く続かないです。まずは糖質を減らしていくというところをですね、しっかりやっていただいて、カロリーの方はですね、そんなに気にすることはなくですね、食べていただければと思います。それがですね、普通のそのカロリーを減らしていくダイエットとの大きな違いの一つかなと思いますので、この辺も参考にしていただければと思います。ただですね、カロリーを制限しなくていいといってもやはり限度はあります。あまりですね、それが多すぎてしまうのもやはり、問題がありますので、そこまでですね、細かく、食べないで減らすというよりは、しっかり脂質とかタンパク質は、炭水化物が減った分、そこはしっかり取っていくというところで、あまりカロリーを気にしすぎないようにやるということが、長く続けていく秘訣かなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。